ソルトの地獄の中にある練習場第45巻その4の第16日目でございます。冒頭はあれですね、あのグレイの、誘惑ですね。あのなんでいきなり弾き始めたかというと、あの一昨日だったかな、あのかまいたちさんの、あの YouTube チャンネルで、あのひさしさん、グレイのひさしさんがって、出演されてて、その時にあの濱家さんにあの誘惑を教えてたっていう、それを見て、おお、じゃあ俺もやってみようかなと思って、ちょっとですね、つけ焼き場でちょっと覚えたところでした。まあ今日かな、今日覚えたのかな、今日突然やってみようと思って、確かこんな感じで言ってたなと思って、まあでもあれですね、言うと甘いし、あのね、あの3フレットのあの微妙に触って、あのハーモニクスっていうか、そういう音を出すとか、あそこの力加減、音源の力具合がね、ちょっと難しいなと。ということで明日もちょっと、練習しようかなというふうに思います。冒頭のところでね、はい、というのはさておき、今日はですね、はい、一応最初115でテンポを合わせてやってたんですが、まあちょっとあの昨日もですね、ピッキングにちょっと課題があるということで、それをちゃんと思い出しまして、で一応ちょっと60からですね、あのスタートして、ちゃんとピッキング、ちゃんとその音符、楽譜通りに、譜面通りにちゃんとピッキングできてるかっていう確認して、あとはまずフィンガリングと一緒に合わせてみると、そういった練習をしました。で一応ですね、まずあの 80BPM80 まで、上げることはできましたが、まあちょっとですね、やっぱピッキングが、やっぱ難があるなと。でそれピッキングできて、さらにあとフィンガリングと合わせると、そのシンクロがいまいちちょっとね、まあ指もなんか、あのやっぱりゆっくりだとね、弾けそうで弾けないっていうところがあるんですよね。あのちょっと考える時間があるというか、抑えるのにね、抑えるまでに考える時間があるから、あれ次どうだったっけっていうね、その流れで指のその惰性の動きでね、あの抑えるんじゃなくて、ちゃんとここってちょっとね、あの意識しながら抑えないといけないぐらいゆっくりだとね、結構ミスる確率が高いという、まあそこも踏まえてですね、もう一度まあ復習がてら、またゆっくりのテンポから始めたというところですね。ピッキングがしっかり弾けるのをまず、あの大事にして、はい、もう一度ゆっくり弾くようにしました。まあ一応撮影がですね、まあ土日、にやろうかなと思ってまして、まああの梅から、全部、メインフレーズまで、あの撮る予定なので、まああの今週、平日はまず復習をして、まあしっかり目標テンポ115で弾けるように、したいなというふうに思っております。はい、これがピッキングの練習ですね。これが80だったかな。これが80かな。80いいのか。で、ピッキングとフィンガリング合わせたところですね。はい。ということで、明日もですね、また頑張りたいと思います。では、また。